グレゴリウス2世は第89代ローマ教皇。出身はローマ。家計は裕福な資産家だったと伝わり、教皇就任前は女妻や師匠を歴任する。やがて、先代のコンスタンティヌスの有力な側近となって、東ローマ帝国との和解交渉で活躍した。そのため、コンスタンティヌスが715年4月9日に死去すると、5月19日に教皇に選出された。 この頃、ランゴバルド王国のリウトプランドによるイタリア侵略もあり、グレゴリウス2世はリウトプランドと交渉してローマでの略奪や侵略をやめさせたりした。また、東ローマ皇帝レオーオン3世がイタリアの支配地に重税を課そうとするのに強硬に反対して対立する。レオーオン3世はこの報復として遺婚数計を遺憾であるとみなし、726年に 基婚数計の禁止令を出して、製造破壊運動を開始し、さらにグレゴリウスに対しても、製造破壊運動を正式に承認するように、圧力をかけた。グレゴリウス2世は、イタリア北部の有力者らの後押しを受けて、これを拒絶し、なおも対立を続けた。731年2月11日、在位15年8ヶ月と23日で死去した。ありがとうございます。